ウェストミンスター会議ウェストミンスター会議は、新京都革命期の1643年、イングランドウェストミンスターで、長期議会によって、イングランド国教会を再編するように命じられた、進学者たちの会議である、議会のピューリタンは、1642年6月から1643年5月にかけて5回も、会議の召集を要求したが、チャールズ一世は毎回サインを拒み、 庶民院の条例として準備されて、やっと5回目に可決された。これは、貴族院によって1643年6月、チャールズ一世の同意なしで有効になった。会議は30人の信徒と121人の進学者と牧師からなった。協約者は4つの派の代表から選ばれた。監督正主義者、長老正主義者、回収正主義者、 エラストス主義者最初の会議は1643年7月1日に開かれた。会議は1643年から1649年の間、1163回になり、決して議会によって正式に解散されなかった。議会は、新学者たちに1日当たり4シリング支給した。会議が最初与えられた仕事は、国教会39課条の改定であった。会期は、 第一次イングランド内戦の真っただ中であり、アイルランドのカトリックがチャールズ一世の側について反乱に加わる危険があったので、議会はスコットランド国民名約に助けを要請した。そして厳粛な同盟と契約が結ばれた。スコットランドはスコットランドの信仰を守り、神の言葉によってイングランドとアイルランドの宗教改革をし、最もよく改革派教会を表すために、 カトリック的な監督性の根絶を要求した。そして、6人のスコットランドの委員が、ウェストミンスター会議に参加した。10月12日に、ウェストミンスター会議は、議会から、神の聖なる言葉に叶い、教会と家庭を守り、スコットランド教会と他の改革派教会に一致した、会議と、教会政治の勧告を求められた。会議はそれを受けて、39箇条の修正をやめ、 新しい振興基準の作成に取り掛かった。そして4年の間に、ウェストミンスター振興告白、ウェストミンスター大教理問答、ウェストミンスター小教理問答を生み出した。会員はこれに根拠成果を要求した。教会政治について4派は決して合意に達することがなかった。ウェストミンスター会議の文書は、イングランドにおいて採決されたが、1660年の王政復古によって、 無効とされた、スコットランド協会では、すべての文書が受け入れられた。さらに、長老協会と改革派協会が、ヨーロッパとアメリカ合衆国において建て上げられたときに、その基礎的な基準となった。ありがとうございます。